トレス若松ファイナップルナイター G3 ビートル杯、5メーターほどの北東の風が吹くホーム側、追い風水面、さあファイナル進出をかけた準優勝戦が始まりました。まずは1つ目第9レース、主走メンバーは1号艇山口の雲野幸四郎、2号艇静岡の大橋純一郎、3号艇埼玉の伊藤慶三、4号艇福井の河原正明、5号艇長崎の真庭博士、6号艇岡山の藤原慶四郎、以上の6人の選手によって争います。輸出大本命1号艇の雲野幸四郎がゆっくりと1コースへと入ってきます。そして2コースは2号艇の大橋純一郎、明日の誕生日最高のステージで迎えるということになるか、2号艇の大橋、3コースが3号艇の伊藤慶三、4コース後方に引っ張っていきます4番の河原正明、5コース順位へ向け整備を繰り返しました、やるべきことはやりました5号艇の真庭博士、そして最アウト6コース小島フレッシュルーキー、6号艇の藤原慶四郎です。準優勝戦1つ目のカード第9レース、枠成3対3のスタイルインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番の並びです。スタートしました。準優勝戦の第9レース、スリット後乗せる1号艇3号艇1周1マークの旋回、インから逃げる1号艇の雲野、3号艇伊藤のマーク出し、差しのハンドル2号艇の大橋、握ったのは5号艇の真庭博士、バックスレッジ一歩抜け出した1号艇の雲野幸四郎、スタートは前提正常でした。先頭は1番の雲野幸四郎、並んで追走は3番の伊藤、5番の真庭、1周2マークの旋回、トップで旋回1号艇の雲野、1号艇の雲野幸四郎が後続艇を突き放しました。トップは独走です1番の雲野幸四郎、その後ろ2番手は5号艇の真庭博士、2号艇の大橋純一郎、5番2番2番手接戦となっています。レースは2周の1マーク、さあ2番手2号艇の大橋が先行した、切り込んでいった5号艇の真庭博士、バックスレッジ2号艇の大橋純一郎、5号艇真庭博士、2号艇5号艇また並んでいます。その後ろを引く定冠がいた4番の河原、3番の伊藤、最後方は6番の藤原、2周の2マーク2番手5号艇のマニアが先行する、切り込んでくる2号艇の大橋純一郎、抜きつ抜かれつの2番手接戦は2号艇の大橋純一郎が前、2番の大橋が2番手、5番のマニア惜しくも3番手、上位の体型は1番2番5番です。3周の1マークトップ旋回は1号艇の雲野幸四郎、2番手2号艇の大橋純一郎、追走の3番手が5号艇のマニア博士、上位の体型1番2番5番、この1、2、5、3連単オッズは10倍ちょうどを指しています。優出一番乗りをかけた準優第9レース、先頭は1号艇の雲野幸四郎、そして2番手は2号艇の大橋純一郎、5号艇の真庭博士は届かずの3番手、上位体系1番2番5番で間もなくゴールです。1番五輪、2番五輪、5番五輪、4番五輪、3番五輪、6番五輪、以上前提ゴールインしました。